起きて。何？空が光った。海の方。空が。本当にこっちなの？そろそろ帰る？大丈夫？ようやくお会いできましたね。え？大丈夫？ちょっとお腹が空きました。おいしい。よかった、これおいしいです。どうぞ食べてください。もう俺が作ったから。君どうしてあそこで寝てたの？到着して待っていたんだと思います。誰を？あなた方を。待っていたって言われても俺たち君のこと知らないよ。お互いにまだ顔見たことなかったですもんね。顔だけじゃなくて初対面だから。あれ、そうですか。そうだよね。どこから来たの君？海から来ました。海から？はい。名前は？名前はまだないんです。まだ？ええ。あ、くれませんか？え？名前ください。俺らが君の名前を？だって連れてきてくれたじゃないですか、ここに。そりゃ連れてくるでしょ、浜辺で倒れてたんだから。くれないんですか名前？え？そう言われてもね。なぎとか。え？なぎ、海のなぎ。ど？なぎ、いいですね。いきなり名付け親になっちゃってるよ。いいじゃない。ねえ、なぎくん。はい。さあ、食べて食べて。おかわりください。はい。すげえ。警察行かなくていいのか？仕方
かないでしょ、いろいろ見たいって言うんだから。そうですか。何ですかここは。屏風ヶ浦っていう。屏風ヶ浦、かっこいいだろ。かっこいい。ここは東洋のドーバーとも言われて。ここはお寺ね。お寺。そう。ここは飯沼観音。昔1300年くらい前、夜に海が光って、その晩夢を見た漁師二人が船で網を投げたら観音像がかかって持ち帰って、それでできた寺だって。海が光る。次はどこですか。あのさ、はい、ごめん、食べてからでいいや。うん、いいや。おい、大丈夫大丈夫です。なぎくん、本当に海から来たの？はい。どうして？ですから、お二人に会いに。どうして会いに来てくれたの？それは僕の口から言わせないでくださいよ。いや、なぎくんしかわからないよ。いや、考えたくない。想像すると恥ずかしい。何を？だから言わせないで。そっか、嬉しいな。え？嬉しい、一緒に入れて。僕もですよ、こんなに嬉しいことはありません。もっといろんなところ見せてあげる。ええ、見たいです。見せてください、夕方まで。夕方まで？ええ、夕方には帰らないといけないんです。帰るって海に？はい。ずっとはいられないの？いられません。どうして？みんないずれは帰らないといけないんです。なので。そう。じゃあ見れるだけ見よう。ええ。お土産も買おう。買いましょう。食べよう。うわ、これかな。これいいじゃん。いいですよね。ちょっと渋くないか。え、渋いな。どっちだよ。これもいいし、あ、これは？これはさ、お家にかけるんだよ、こうやって。へぇ、ほら、
キーホルダーとか。ね、かわいいね、いっぱいあるぞ。かわいい。メルカのもあるしさ。うんうんうん。ね、これ、人気っすよ。サバカレー。え？サバのカルシウム入ってるし。いいじゃん、これ買ってあげる。本当ですか？これはこれだな。濡れせんべい。2つもいいんですか？うん。特別ね。やったあれは何ですか？灯台。船にここが犬吠埼だぞーって教えてくれるのさ。犬吠埼。うん。昔源義経の犬がこの岬で主人と離れ離れになってしまって、で義経を慕うがあまりに7日7晩吠え続けた。それで犬が吠える岬、犬吠埼になったんだと。寂しい話だね。寂しいですね。ごめんよ。あ、いえいえ。あおー、何何、吠えてみました。あおー、あおー、あおー、ぐあおー、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 あおあお。あおあお。いくよ。さん、はい。おかおこへ行こうよ、だよね。よ口笛吹きつつ空は澄み青空。なんだっけ、まだだだ、なに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 、はいはいはい、おかおこへ行こうよ、口笛吹きつつ、なに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 、来てくれる。ええ、きっと。本当？はい。そう願ってくれたら来れるはずです。とっても楽しかった。僕もです。元気でな。もちろんです。お二人も。そうだ、お土産です。綺麗、ありがとう。どういたしまして。悲しまないで、またきっと会えますよ。